出生地バームフスにあるウィックマンの像エリック・カール・ウィックマンは長距離バス会社グレーハウンドラインズを創業したアメリカ合衆国の実業家。ウィックマンはスウェーデンのダーラナ地方モラの北1 5トルに位置するバームフスという集落でマルティス・イエルクとして生まれた。1905年にスウェーデンからの移民としてアメリカ合衆国に到着した際、 マルティス・イエルクは名前を変え、エリック・カール・ウィックマンと名乗るようになった。1905年に移民として入国した、ウィックマンはミネソタ州ヒビングで鉱山の掘削作業者として働いたが、1914年に解雇されてしまう。この年、ウィックマンは自らもセールスマンとして営業に当たる形で、ハップモービルの販売店の共同経営者となった。しかし、 最初の一台を売れなかった、ウィックマンは、キビングと南方の集落アリスの間で、乗り合い自動車の運行を始めた。ウィックマンは7人乗りのハップモービルを使い、かつての同僚である鉱山労働者たちを、鉱山と住まいの間で輸送した。この、乗り合い自動車事業が、後年、米国最大のバス事業に発展した事業の始まりであった。1929年には、社名も、 グレーハウンドと改められた。1934年、ウィックマンのバス事業は50台のバスを用し34万ドルの売り上げを得るまでになっていた。1952年にウィックマンはすべての事業を96万ドルで売り払った。その後、小さな事業をいろいろ買収し、ノースランドトランスポーテーションを設立した。1954年にはグレート ノーザン鉄道がノースランドトランスポーテーションの株の8割を24万ドルで取得し経営の支配権を確立した。ウィックマンは新たに持ち株会社としてグレーハウンド社を設立し経営陣はその後も各地のバス会社を買収し続けた。ウィックマンは1916年にスウェーデン系のアメリカ人オルガ・ロディンと結婚した。夫婦の間にはロバート。 ペギーと二人の子供が生まれた。ウィックマンの弟でフロリダ州の死者の代表だったジョン・ウィックマンには三人の子供、オルガ、ジェニン、キャスリンがいた。このうちオルガには二人の子供デビット・ポーターとドロシー・ポーターがいる。ありがとうございます。